はい、どうもこんにちは、ホットサンドマンです。今日もホットサンドを作っていきたいと思うんですけど、最近おでん缶とかピノとかちょっとネタっぽいホットサンドが多かったんで、まあ、今日はどっちかっていうと料理に近いあのホットサンドを作っていきたいなと思います。材料はこちらです。で鶏もも肉、スーパーで 20% オフになってたの、あのさっき買ってきました。でこれを使って、今日はね唐揚げを作っていきたいと思います。唐揚げをホットサンドメーカーで作って、でそれをパンで挟んでホットサンドを作るっていう回にしようかなと思ってます。で作るホットサンドメーカーはこちら、ホットサンドマンのオリジナルホットサンドメーカーで作っていきたいと思います。それではホットサンドを焼いていきます。まずは鶏肉の下処理からしていきたいと思います。今日は鶏肉は、237g、でこれをまず一口大ぐらいに切っていきます。鶏肉はね、あの僕はいつもハサミで切るんですけど、ハサミで切った方が処理はしやすいですね。じゃあここに、まず醤油、もうちょっと入れようか、ちょっと大さじ4ぐらい入れました。で酒大さじ1で、みりんも大さじ1で、ここににんにくですね。にんにくをこれぐらいかな、チューブタイプのにんにくなんでちょっと多めに入れていいと思います。塩、胡椒、でちょっとうまみを入れるために鶏ガラスープ少しだけ、このナツメグを入れてみたいと思います。ナツメグ使うと風味が出るんで、美味しい唐揚げができるんじゃないかなと思います。これで、混ぜて和えていきます。じゃあこれで10分ぐらいかな、10分ぐらいちょっと寝かせて、あのタレを染み込ませたいと思います。じゃあ10分後に移動。はい、10分経ちました。この鶏肉を片栗粉につけてホットサンドメーカーに置いていきます。先にあの油を引いておきましょう。で鶏肉はタレによく使ってますけど、このタレはなるべく切るような形で、で すごいいい匂いなんで、もうお腹が減ってきました。この匂いだけでも全然ご飯食べれそうな。はい、じゃあこんな感じでセットできました。じゃあ今から焼いていくんですけど、焼く前にホットサンドメーカーの蓋の部分にもちょっと油引いておきますね。
じゃあこれで焼いていきます。結構焼けるの早いですね。ちょっと両面裏返したりして、こんな感じで焼けております。ちょっと一度これをお皿にあげます。はい、こんな感じです。やっぱりみりん入れるとちょっと焦げやすくなるみたいなんですけど、中までちょっと火通ってるのか確認してみたいと思います。うん、火の通りは大丈夫そうです。はい、じゃあ、食パンに挟んでいきたいと思います。これ、冷凍の食パンなんですけど、冷蔵庫の中に冷凍の食パンが余っちゃってるので、これをね、乗せれるだけ乗せていきたいと思います。こんな感じですかね。挟めるかな。じゃあこれにパンを置いて、よいしょ。わあ、これきついな。はい、焼いていきます。結構ね、パンパンですね。OK、 いいと思います。じゃあ開けてみましょう。はい、オープン。こんな感じです。結構中がボリューミーなんで、デコボコしてて、焼けてるところと焼けてないところありますけど、全体的にはいいと思います。あ、こっちはすごいよく焼き。ボリューミーですよね、ほら。あっち。じゃあ、この前購入した伝説のパン切り包丁で切っていきます。お、あっさり。中はこんな感じです。完成。唐揚げホットサンド。はい、完成しました。唐揚げホットサンドです。これ見てください、断面も。この時点でうまそう。断面だけでビール飲める。ということで、今日はちょっとお供を用意しました。じゃあまずは作った唐揚げ単品でちょっとね、食べたいと思います。いただきます。うまい。これやばいな。唐揚げもね、なんかサクサクしてて美味しいです。じゃあ、本丸の、ホットサンドを攻めたいと思います。すっごいたくさん入ってるから。うまい。お肉が柔らかくなってる。すごい香りもいいな。
ちょっとバーベキューっぽい感じでホットサンドにすごい合うかも。うん、最高だな。もうね、言葉いらないですね、これ。結構ボリュームがあると思って、で、僕一人で食べれないんで、半分はあのアフロ君にあげました。一緒食べません？いい匂いしました？いい匂いします。はい、いただきます。ああ、うまい。最高ですね、これ。この組み合わせ。うん。めっちゃうまい。じゃあ僕はちょっと味変しようかな。マヨネーズ、恒例のマヨネーズもたっぷりたっぷりかけて、これで大きい一口いただく。うん、うん、うん、口に入れた瞬間にうまい。噛む前にうまい。ほんと噛まなくてもうまいのがわかる。うん、うん、間違いない。うん、入れた瞬間うまいですよね。やっぱりね、なんかそのお惣菜とかの唐揚げも美味しいんですけど、やっぱ唐揚げは家で作るのが一番うまい。じゃあごちそうさまでした。綺麗に完食しました。もうね、あの大満足で、今日はもうこの後何もしません。しにくださいダメか。はい、ということで、あの今日は唐揚げ作って、唐揚げのホットサンドを作りました。あの美味しいし結構手軽なんで、あのぜひやってみてください。はい、ということで、ホットサンドマンでした。はい、今日はこれからもう仕事はやりません。はい、お疲れ様でした。バイバーイ。